疲れ様です。いや、いや、楽しかったですよ。どうですか。じゃあちょっと簡単にご自己紹介いただきます。はい。チェシーちゃん、あのショー、クリフ・ショーと申しますが、まあ、イギリスの出身で、まあ、2001年までは、まあ、かなり長く、合わせて16年間ぐらい日本で、そういう仕事をしてたんですが、しかし、その後は、まあ、仕事を辞めまして、今、遠い、カリブ海の小さな島、グランドケイマンに住んでて、まあ、隠居生活ですね。ありがとうございます。クリスさんは、うちは何でご覧になっていらっしゃるご紹介でした。そうですね。まあ、友人の友人の紹介でした。どうですか、うちのトレーニングとか、美容師とか、うん。まあ、男性として、としては、はい、まあ、主に、トレーニングに、興味がありますが、はい、非常に、まあ、コンパクトなスペースで、はい、かなりバラエティに富んだ、そのトレーニングが、まあ、できることは、一つの大きなプラスだと思います。はい、もう一つはその、ま、スタッフの、スタッフの方なんですが、まあ、時々は厳しいこともありますが、はい、しかし、いつも明るくて、はい、非常に、まあ、そのプロフェッショナルな、はい、スタンスで、まあ、来ることをいつも楽しみにしています。ありがとうございます。オリンピックがあるんですけども、はい、ご計画は何かございますか？その直に言うと、東京にいないことを ように考えております。2012年のロンドンでオリンピックと同じように、はいはい、なるべくロンドンにいないことにして、オリンピックイヤーはいないってことですね。いや、はい、オリンピックイヤーじゃないんだけど、しかし、まあ、そのちょうどオリンピックの時に、まあ、いないようにします。じゃあ私たちが、ケーマンに行きたいと思います。ぜひ、じゃあお待ちしてます。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じでありがとうございました。はい、インタビューありがとうございます。ありがとうございます。